はい、ドットハック、世界の向こうにの制作から学んだ教訓で、その後のゲーム制作に役に立ったことはありましたか？もちろんありましたよ。はい。まあ、これはね、映像作品に限らず、やっぱ、ドットハック、GU、リンク、そしてもちろん世界の向こうにもそうですし、ナルト、ジョジョ、ドラゴンボール、まあ、いろんなゲーム開発やってきましたけども、一つ一つの開発の経験が、他のプロジェクト、そして次に作る、やっぱ、プロジェクトに、まあ、反省点も含めてですね。で、よりこうした方が、効率いいよねっていうようなことは、常にやっぱ、社内で情報共有をし、それぞれのプロジェクトで作られた、例えばツールや、プラグイン、シェーダー、そういったものは共有して、同じような作業を同じようなやっぱプロジェクトで、まあやらないように、常に、気をつけてます。で、まあご質問いただいた、世界の向こうにという、CG 映像作品を、まあ制作したことによって得られた、やっぱり、こう、経験。これはやっぱり、社内でも、その後ね、まあ、勉強会という名の、いわゆる振り返り会っていうのが、まあ、どのプロジェクトでもやってて、そこでもっとこうした方が効率よかったよね、とか、こういうことあったから、ちょっと本当みんな次、こういうことやるときは気をつけてね、っていうようなことを、うちでは、社内でね、赤裸々に、語って共有する会を定期的にやってるんですけども、世界の向こうにでもやっぱ例外なくそれはありましたね。で、特に、まあ、ご存知の方どれだけいらっしゃるかわかんないですけども、世界の向こうにはですね、立体視の、作品だったんですね。いわゆる、映画館とかで 3D メガネをつけて、こう、飛び出すというか、奥行きのある、3D 世界っていうのを、実は作ってまして、もちろん 2D、3D どっちでも楽しめるようになってるんですけども、ご家庭でも、3D メガネをつけて、まあ、対応しているテレビで再生すれば、3D で、見ることができるっていう、プレイステーション3ソフトを、バンダイナムコエンターテインメントさんから、まあ、発売していただいて、やったんですけども、やっぱ、当時のその世界の向こうにのメンバーは、映像を作るだけじゃなくて、全国の劇場でやっぱこう 3D で見れるためのやっぱこの 3D に関する立体視ですね。の、まあノウハウっていうのは一番持ってるやっぱチームでしたから、ナルティメットストーム3の時に、3D 立体視に、ゲームのですね、立体視にも対応したんですね。その時のノウハウっていうのはやっぱりちゃんと、映像とゲームの方でも共有を、されてましたし、まああとはその、まあゆくゆく思い知ることになるんですけども、やっぱりこう映像作品なので、通常のゲームよりも何千万頂点っていうそのポリゴンのね、頂点数を使って、映像を作っていくんですけども、やっぱ世の中が PS3 から PS4 になった時に、3の時には扱えなかったけど、4の時にはリアルタイムでそれぐらいの頂点数が扱えるようになるって、じゃあそれだけのやっぱ頂点数を扱った CG を作る時っていうのはどういうスペックのマシンでどういう作り方したらこう効率よくね、こうリアルタイムに動かせるようになるのかっていうところのノウハウっていうのも、まあ世界の向こうにの経験があったからこそ、我々はいわゆるその次の次世代機に向けてのいわゆるまあハイスペックなものづくりっていうのにちょっとだけやっぱ早く、まあ、着手、できたんじゃないかなと、思います。なので、まあ、技術や経験値っていうのはやっぱもう常に伝承。そして、伝え方はやっぱ二つあって、一つは、書類で残す、映像で残すっていうことと、もう一つは口伝ですね。口伝っていうのは口で伝えるってことなんですけども、やっぱり情報を持ってるのは人ですから、なるだけその人が頭の中にしかない情報だけを、持ってると、やっぱその人が、例えば退職したりとか、交通事故にあって入院したりとかすると、もう情報聞けなくなってしまいますので、なるだけうちは映像だったり書面で、残すようにはしてますけども、まあ、けどやっぱ、書類とかで、データで作って残しても、そこから知られることの情報ってやっぱ、たかが知れてるので、やっぱ情報の多くはやっぱ人が持ってるので、なるだけ、こう、古くからいて、たくさんの経験を持ってる人間が定期的に、こう、今いる若いスタッフに、開発の時にはこうだったんだよっていうのを、同じ社内とはいえこう知れる機会っていうのをうちでは定期的にいろんなこうやり方変えて、設けるように、しています。なので世界の向こうに限らず、例外なくどのプロジェクトもそういったノウハウは、共有するように、しています。ということでまた。